実際打ってみてどうでしたか松下さんのカット。いやもう感動しました、久しぶりに。あの多分 10年ぶりぐらいですかね、打たせても、もう少し15年ぶりぐらいですかね。本当に僕は高校1年生2年生の時に最初練習相手やらせてもらって、もう感動しましたもんね。あの雑誌とかテレビの人だと思ってたんでそれを打たせてもらえるなんてと思って、死に物狂いで浩二さんの練習相手とかもしてましたし、浩二さんのラバーも僕張り替えてたことあってそれがまた今日こうやってこんな機会もらえて、でまたやっぱクロスだけでもう質の高さ分かりますね、うん、こんだけやってなくてもこの感覚で返ってくるんだっていう、やっぱりなんかそのゆっくり飛んでくるんですよね、カットが、うん、もうあの時間が嫌で嫌で、でもあれってやっぱりその本当に上手い選手じゃないとああやって返ってこないんで、そのなんかそれ久々感じたなって思いました。ありがとうございます。